ジでこのワインは2つとも生で見ることすらも無理な気がする。そんぐらい手に入らないし、まだ知らない人もねいっぱいいるんだと思う。毎度ワイン三昧竹前です。今回はもう本当に手に入らない日本のワイナリーのピノノワールを飲み比べしていきたいと思います。本日検証するワインは北海道余市ドメーヌ高彦のピノノワールと富山県氷見市のセイズファームのピノノワール。しかもねどちらも同じヴィンテージ2019年ということで、もうこんな機会ないですよね。ないよ。はい、ということで皆さん隣にいる記者が気になると思うんです説明したいんですけど、マリちゃんです。はい。で、マリちゃんはワインエキスパートの資格を持っていて、プラス WSET っていうね、世界的なワインの資格のディプロマっていうね、超難しい試験を今受けてる途中なんですね。あとは、ワインが好きすぎて、違う仕事してたのに、今はね、もうワイン関係のお仕事でバリバリ働いてるっていうね、正真正銘のワインオタクなんです。で、ちなみにね、1年前ぐらいに2人でブラインド対決してる動画とかもあるので、興味ある人は見てみてください。マリちゃん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ早く飲みたいです。すごい、早く飲みたいから早口。本当に早く飲みたい。本当に早く飲みたいね。本当に早く飲みたいの。でもうマジでこのワインは2つとも生で見ることすらもう無理な気がする。なかなか。し、私知らなかったの。セイズにピノがあること。こんなにワインに詳しいマリちゃんも知らなかった。ちょっと。ちょっと早く飲みたいしか言ってないけど。そういうことだよね。でもそういうことです。我々だけが感動してても皆さんね、どんなワイナリーか分かんないかもしれないので、ちょっとお話しさせてください。はい、1本目はまずドメーヌ高彦ですね。北海道余市町の登地区の2010年に設立されたワイナリーなんだけど、もう全てのワインが買えないの。ね、本当に買えないよね。で、七つ森ピノノワールはフラッグシップのワインで、でお値段4300円ぐらいね。で、2018年が5000本、2019年が9000本ぐらい。こんなに作ってても、速攻完売するんですよ。ネットとかだといくらで売ってたりする？いや、メルカリだと3万とか4万とか。いや、もう、やばい。10倍だよ。マジでやばいね。で、あとすごいのが、世界一のレストランって言われている、デンマークのね、ノーマっていうレストランの中にオンリストされてる。これもすごいよね。すごい。まあ、唯一の日本ワインだよね。すごいことだよね。すごいことですよね、本当に。そう、2024年の冬でね、もうね、閉店しちゃうみたい。だけど、きっと予約もいっぱいだろうね、その時までね。ということでね、ドメーヌ高彦さんは一回行ったことがあるんだけど、本当にね、曽我高彦さんはワインに情熱を持っていて、もうすっごい語ってくださるんですよ。変な質問とかしたらぶっ飛ばされそうな、すごい熱量で、彼はもう微生物のスペシャリスト。だから、野生酵母で発酵するし、ブドウも全房発酵っていう、もう本当にブドウのポテンシャルが良くないとできない作り方をしてる。だからもう本当これから日本のワインを引っ張っていくパイオニア的な存在になるんじゃないかなって思ってます。もうでも日本のワイントップじゃん、七つ森は。本当に買えないじゃん。 P どうやってゲットしたのか話を聞かせてよ。伊勢丹の世界を旅するワイン店、まあ、動画でも、はい、ちょっと過去の世界を旅するワイン店の動画でもね、ゲットした直後の動画流してるんですけど、そこでね抽選だね。うん、そう、抽選で100名だけ当たるっていうのがあって、すごすぎる。スタッフに聞いてみたら4000名の応募があった。それはやばい。3年連続で落選中でございます。落選中ですか？Pラッキーボーイだね。そう。だから本当にすごい、マジで胸熱、ここだけでも。じゃあちょっと、はい、次行きましょう。次はですね、セイズファームです。これは富山県氷見市の登戸半島の付け根に位置するワイナリーで、2007年に設立ですね。で、こう海を見下ろせるような小高いところにワイナリーがあるんですけど、フラッグシップのワインはシャルドネです。でも巷ではすごいこのピノノワールが注目されていて、作付けされたのが2012年ですね。だからまだ本当にワインできてもう間もない感じで、これをゲットしたのはそれこそさっき P が言ってた世界を旅するワイン店伊勢丹だったんだけど、なんか何日も開催してる中の初日に行ったの。初日の午前中にみんなで行ったのね。で、撮影する前にちょっとまずはどんな感じかみんなで見てみようぜってこう中をテコテコ行って、そう、セイズファームあるじゃんってテンション上がり、シャルドネとかでピノも見つけて買ったんだよね。で、次はじゃあ撮影で、まあ、30分ぐらいかけて回った時にはもうセイズファームにはこのピノノワールがなくなってたの。その間、そう、その間に初日だよ、初日の午前中だよ。だからそんぐらい手に入らないし、まだ知らない人もねいっぱいいるんだと思う。それのしかも同じヴィンテージだから、生産地は全然違うから、それぞれねどんな特徴があるのか実際に検証していきたいと思います。はい、出ました。
まずさ、2つとも色やばくない？やばい。19年でこのレンガ色ねえ、どっちもすごい。どっちもすごい。ちょっとタッカラヒコの方に濁ってる感じ、濁ってる感だね。いやもう本当にこう自然な感じで作ってるんだろうね。もうムンムンですよ。すごいね。あふれんばかりの香りって感じ。タッカラヒコ？そう、うん。じゃあちょっと対してちょっとセイズの香りを。なんかね、可憐なんですよね。ああ、可憐なね、うん。もうちょっとでも若々しい感じするね。する。こっちの方が2019って言われて納得感はある。はあ、はあ。で、色とのちょっとギャップあるね、香りの。あ、確かに。ちょっと枯れた色してるけど。まあもちろん土っぽいニュアンスとかはあるんだけれども、それよりも果実の可憐な感じ。うん、なんか、スカートひらひら系女性みたいな。女性、うん。こっちはなんかもうさ、もう、ね、熟女。熟女ですね。うん。飲んでみますか。いただきます。いただきます。うま。もう本当ピーありがとうって感じ。今日開けてくれて、ね、もう、ね、ま長いね余韻が。もうまだ全然いる。ちなみにさ、まりちゃん2010何年とか飲んだことあるって言ってなかった。そう、2013と七つ森。そう、七つ森。2019リリースされたばっかり。だから同じやつ、うん、もう1年半ぐらい前かなに飲んだことがある。どう、まずその2013って昔のやつを最近飲んだでしょ、うん、熟成の仕方とか。あ、けどね、2013の方がこれよりも、なんだろう、もちろんその熟成を得てるから、その陰湿な部分、陰湿な部分というか、なんでしょうね、この米言葉、米言葉です、毎日送るけど、その土っぽさだったり、森っぽさだったり、そういう感じは13年の方が強い。はぁ、森っぽいな、夏森だけに。19年の方は、そのリリースしたてだったから、色も多分違う、全然違うし、味わいももっと、なんでしょうね、七つ森にチャーミングって言葉言うのは失礼にまたあると思うし、ちょっとなんか表現としては違うと思うんだけれども、うん、これに比べちゃうと、ちょっと軽やかというか、もうちょっとまだフレッシュな感じは強かったかな。この1年半の相当変わったってことですね。だいぶもう、大人びたじゃないって感じですね。素晴らしいね。じゃあ次ちょっと、セイズいってみますか。うん。香りがさ、嗅ぐたびに変わってる気がする。うん、あ、違った良さですね、だいぶ。塩っぽい感じ。するね。塩味。そう、やっぱ海の近くで丘の上にあるから、セイズハーブ自体のキーワードが塩味、塩みたいな感じなんだけど、酸よりもこう塩のなんかドライ感みたいなのが目立つなって思った。タンニンもちょっと歯に残る感じ。これも別にネガティブ表現じゃなくて、ちゃんとタンニンがあることを言いたいんだけれども、なんかタンニンもね、ちょっと強めに感じるね。だから、長熟に向いてると思う。気になるね、どんな感じになるのか。他のとか言って、数年後に飲んだら違ってるじゃんってなっちゃうかもしれないけど、私は長熟いけると思う。うん、え、ピーどうですか？ピーも初めてでしょ？セイズファームのピノ。うまいね。美味しいね。うんちょっと塩味の中に苦味もあって、うん、確かに熟成させたらね、うん、どう変わるかなってこっちもすごい繊細な感じだよね、うん、なんかもう七つ森ピノノワールも食事とかじゃないなんかもう手がファイナすぎるから、まあ、確かにこれで楽しみだしそうこれだけで行きたい気持ちする確かに私は2013を飲んだ時に松茸と合わせたんです、うん、うわーうまいなちょっとちょっと松茸マントすいませんやばかっただからその森から生えてくる植物とかあなるほどねいい例えというかいいねそれ確かに他にいるか松茸以外なんだろうキノコいけると思うキノコいいかもしれないキノコいい、うん、香りが強め系のキノコはいけると思ってるコルチーダケとかもいいんじゃない確かにそのキノコをそのバターとか大味じゃなくて、うん、ちゃんと素焼き素焼き素焼きしてください。ああいいね。え椎茸もいけると思う。椎茸を素焼きにして醤油ほんのちょっと。まあいいね。そう素材の味と合わせるってことだよね。うん、逆にこっちのセイズの方は、うん、なんか家庭料理結構全般いけそうな気がするって思うけど、うん、ちょっと私が作るのが普段揚げ物とか全然作らなくて地味な味のものしか作らないから。ラーメンのご飯美味しいよ。あれなんだけど。なんだろうね珍しいタイプなんだよねこの赤でちゃんと塩味がここまでしっかりするねでもやっぱ最近さ家で食べたものって言うとさホッケ焼いたやつとか美味しそうじゃない、うん、いけると思うそのホッケの程よい脂身とこのなんか塩味酸味苦味みたいな溶け込むみたいなイメージあるなそうだから結構赤ワインとお魚微妙でしょって言ってる人多いけどそんなこと全然ないから試すんだったらぜひピノノワールっていうブドウ品種でやってもらいたいんですけどこれね魚合うと思う
合うと思う。逆にセイズの方はキノコとかそのアミノ酸強め系食材はよろしくないと思ってる。なるほどね。あのさ、アミノ酸とか言われてもみんなね、何の食べ物にアミノ酸入ってるか分かんないと思う。マッシュルームとかゆで卵とか。なるほどですね。かしこまりました。これどう、あのブルゴーニュのピノノワールと比べて日本のピノノワール、まあ、最高峰がこの2つじゃない、うんうん、どう思います？全然なんかツナ缶のピノノワールよりはもう 100% いいよね、うんうんうん、なんか結構別のジャンルとして確立されるべき品質だとは思います、うん、まずその良さっていうのはこう余韻の長さに如実に現れてる感じする、うん、なくならない、飲んでもずっといる、まあ、余韻の長さ、アジアブルゴーニュと比べても長い長い、遜色ない、長い長い、世界に戦いに行ってほしいね。戦いに行ってほしい、うん、しこれが日本のテロワールだっていうことを。そうだね、こっちのセイズもすごいテロワールを感じるよね、感じる、うん、うん、まあ、どっちも海に近いところだけれど、うんうん、また全然違う海のニュアンスとかが変わってる気がするし、他のなんだろ、国のピノノワールとか飲んでも、その現地の人が飲んだらあそこの海っぽいとかもしかしたらあるのかもしれないけれども、日本人からしてみると確かに情景まで浮かんでこない。情景、そう、確かに確かに、他の国なんか情景浮かんでくる、なんか日本人はこの2つを飲んで、うん、浮かんできてる、めっちゃ浮かんでる。特にセイズが塩っぽくってバサーンみたいな海風が来てそうな、遠いみたいな。あ、そう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 、遠い。それがやっぱ日本ワインの良さだよね、うん、日本人としてね、楽しめる一つの要素だと私も思います。ということで皆さん、本当にこんなにワインが好きな私たちでもリアルでなかなか見ることができないワインなんですけど、見つけたらマジで即買いしてください。それをおすすめします。はい、ということでですね、ワイン三昧には公式 LINE がありまして、ただいまね、シーン別のおすすめワイン30選の PDF を無料でプレゼントしてます。あとは私がやっているオンラインサロン家飲み三昧部も LINE 読者限定にご案内してます。で、 YouTube では話せないね、あんなことやこんなこととか結構ニッチな話とかいろいろ話してるので、概要欄からぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。